第一次ディープボトムの戦いは、南北戦争中の1864年7月27日から29日、バージニア周辺ライコ軍で起きた戦闘である。6月に始まったピーターズバーグ包囲戦の中で、1ヶ月以上膠着状態が続き、北軍はトンネルを掘って、南軍陣地を爆破する準備を進めていた。その動きについて、南軍防衛戦の気をそらすために、 ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将とフィリップ・シェリダン少将の指揮する軍団がアメリカ連合国の首都リッチモンドと鉄道を脅かす遠征に派遣された。この北軍の不評軍団と騎兵軍団はベイリーのクリークとファッセルのミルにある南軍の防御陣地を破ることができずに引き返したが、南軍のピーターズバーグに置いた勢力を一時的に減らすという別の目的は達した。 ディープボトムとは、リッチモンド市からは南東に11マイル、変イコ郡を流れるジェームズ川沿いで、ジョーンズネックと呼ばれる馬蹄型をした、屈曲部近辺を地元で呼ぶ名称だった。川の南岸にあるバミューダハンドレッドからは、都合の良い都価地点だった。ユリシーズ・グラント駐将は、1864年6月15日から18日に、 南軍の防衛線に対する最初の攻撃をかけ、突破に失敗した後、ピーターズバーグ氏の包囲を始めた。北軍の騎兵隊がピーターズバーグに至る鉄道を遮断するために、6月22日から7月1日に、ウィルソンとカウツによる襲撃を行う一方で、グラントとその配下の将軍たちは、ピーターズバーグの要塞に対する襲撃を再開する、作戦を練った。 その7月30日に予定される攻撃は、クレーターの戦いと呼ばれることになった。グラントは、ピーターズバーグでの成功の機会を増やすことを期待し、リッチモンドに対する作戦を立てた。それには、南軍のロバート・イリー将軍が、ピーターズバーグの防衛線から勢力を割いて、反撃する可能性があると考えられた。26日、我々は、 ハンコックの軍団とシェリダンの騎兵隊で、バトラーが船橋を構築していた、ディープボトムを通って北側への動きを始めた。作戦は、主に騎兵隊を切り離して、ジェームズ軍カウツの騎兵隊と合流させ、リー軍の前線に近づいて、バージニアセントラル鉄道をできる限り破壊し、一方で、不評軍団はその後方を守るように動き出し、騎兵隊がことをなした時には退路を遮蔽する。 我々は予想通りジェームズ川の北岸に敵の勢力を誘い出すことに成功した。パーソナルメモアーズ・オブ・ユーエス・グラント・グラントはウィンフィールド・スコット・ハンコック少将が指揮するポトマック軍第二軍団とフィリップ・シェリダン少将の騎兵2個師団に船橋で川を渡ってディープボトムに行きアメリカ連合国の首都リッチモンドに向かって前進するよう命令した。 ロバート・ S ・フォスター巡将の指揮するジェームズ軍第10軍団の一個師団がすでに上流にある別の船橋で川を渡り北岸で共闘砲を確保していた。グラントの作戦はハンコック隊が南軍をチャフィンロが開けで釘付けにし可能ならばリッチモンド氏を攻撃するシェリガンの騎兵隊に対抗できる援軍を出せないようにすることを要求していた。これができなければ シェリダンが、ノの北と西を乗り回し、シェナンド渓谷からリッチモンド市に物資を供給するバージニアセントラル鉄道を遮断するという命令を出していた。南軍のリッチモンドを守る保留は、リチャード・イーウェル中将が指揮していた。リーが、反国隊の差し迫った動きを見出したとき、リッチモンドの前線を16,500名まで補強するよう命令した。 ジョセフ・ビーカー少師団の4個旅団が、リッチモンドを守る部隊に合流した。そこは、ジョン・エス・フルトン大佐の旅団、およびカドマス・エム・ウィルコックス少将師団から、ジェームズ・エイチ・レーン殉将とサミュエル・マクガワン准将の、旅団が守っていた。この援軍は、ニューマーケット道路を東に移動し、ニューマーケット・ハイツの東表に陣取った。第一次ディープボトムの戦い配置図南軍国軍。 ハンコック隊とシェディ団体は7月27日午前3時から船橋を使って川を渡った。第2軍団は、ジョン・ギボン少将の士団を左翼に、フランシス・シーバーロー巡将の士団を中央に、ガーシャム・モット巡将の士団を右翼に置いて前進した。ニューマーケット道路沿いにあった南軍の射撃号を破り、大砲4門を捕獲し、ロングブリッジ道路に向けて前進を続けた。 南軍の放火で乱されたものの、もっとの不評部隊がそれを鎮圧し、第二軍団は、ベイリーのクリーク東岸、ニューマーケット道路からファッセルのミル近くまで陣を取った。シェリダンの騎兵隊は、水車池を見下ろす右翼の高台に進んだ。アルフレッド T.A. トーバーと殉賞の騎兵士団がファッセルのミル近くで高台を確保したが、ジョージア第10及び、 第50連隊の反撃で追い落とされた。ベイリーのクリーク西岸にある南軍の工作物は厄介なものだったので、ハンコックをそれを攻撃しないことに決め、その日の残り時間は偵察を行って過ごした。ハンコック隊がベイリーのクリークで滞留している間に、ロバート・イーリーは、グラントの期待通りにピーターズバーグからさらに多くの援軍を送り始めた。ディープボトム地域の指揮を、 リチャード・イーチ・アンダーソン中将に任せ、ヘンリー・ヒース少将の不評師団と WH 会、ルーニー・リー少将の騎兵師団を送った。リッチモンド守備隊から兵士が急遽派遣されて、残豪作りを手伝った。7月28日朝、グラントはハンコック隊に第19軍団からエコ旅団を援軍に送り、それでギボンの師団がニューマーケット道路沿いの陣地から動いて、 南軍左翼の攻撃を支援できるようになった。シェリ団体はグラベルヒルに前進して南軍の左翼を回り込もうとしたが南軍の攻撃で妨害された。レーン、マクガワン、カーショーの参個旅団がシェリ団の右翼を攻撃した。北軍機兵隊は浅い両線の背後に腹張って戦闘体系を取った。南軍が頂上を越えて突撃すると 北軍の連射カービン銃からの激しい重火を受けた。シェリダンの予備隊は乗馬しており、南軍を追撃して200名近くを捕虜にした。南軍は、北軍の大砲一門を捕獲した後に、その工作物に交代した。7月28日午後までに、ハンコックは妨害なく、ディープボトムの都下地点まで戻れるように、その師団の再配置を行った。それ以上の戦闘は起こらず、 リッチモンドと鉄道に対する攻撃は中止された。グラントはこの作戦でかなりの勢力の南軍部隊を前線から動かさせたことに満足し、7月30日のクレーターの攻撃を決行することを決めた。その夜、ハンコックの軍団からモットの師団をピーターズバーグの残壕に送るよう命令し、それで第18軍団が攻撃を支援できる陣地に着くことができた。 第二軍団の残り師団と騎兵隊は7月29日にジェームズ川を渡って戻った。第一次ディープボトムの戦いで北軍の損失は総計488名だった。南軍の損失は総計679名だった。同年8月13日から30日に基本的に同じ地域で第二次ディープボトムの戦いが起こった。ありがとうございます。